こんにちは、佐賀県武雄市のブルーラインです。今回ご紹介するのは男の夏のコーディネートということで、紹介をしていきたいと思います。私の前の動画でもその半袖シャツを使った、男のコーディネートを紹介したんですけども、今回はこの4つのアイテムをピックアップして、このコーディネート、これを紹介していきたいというふうに思っています。この4つのピックアップをしたというのは、まずはこのカットソーですね、首袖のカットソー、そして白のショートパンツ、そして黒のローファーで、ね、スニーカー、そして黒のバッグ、この4つのアイテムをピックアップして、どういった雰囲気、どういったコーディネートになるか、それを今回は紹介をしていきたいというふうに思っています。まずですね、この色を見てほしいんですね。色、まずはこのカットソー、首袖のカットソー、これがブラックですね、ブラック。そしてそのショートパンツ、ショートパンツは白に柄物の入ったショートパンツ、白のショートパンツですね。で、足元もいわゆる真っ黒、オールブラックのスニーカー、キャンバスローファーですね。そしてバッグはおなじみチャムスのミニショルダーバッグ、これを選んでみました。まず色を見てみると、いわゆるこれ黒と白だけの組み合わせなんですね。他の色、赤とかグリーンとかイエローとか一切入れずに、黒と白だけで構成をしています。いわゆるモノトーンという言い方をするんですけども、このモノトーンスタイル、非常にこのシンプルな、コーディネートの仕方なんですね。こういった色とか一切入れずに、黒と白だけでまとめています。非常にシンプルですけども、味のあるようなタイプになっているかと思うんですね。これはやっぱりね、年齢関係なくしてもらえるかと思います。黒と白だけのコーディネート。このコーディネートの中で他の赤とかグリーンとか入れないことが必要になってくるんですね。それが一つのポイントになっています。それでは一つずつアイテムを今回は紹介していきたいというふうに思っています。まずはこのカットソーですね。カットソー、これは東洋エンタープライズのホワイトビルと言われている、いわゆる首袖、この袖がちょっと短いタイプの首袖のそのカットソーですね。で、これフットボールティーと言います。フットボールティーというのはこの胸のところ、ここのところにこう、この切り返しがあるんですけども、これがフットボールティーの特徴ですね。生地はちょっと厚めな、しっかりとした生地を使っているタイプです。で、形がこれ M サイズですけども、少しゆとりを持った、作りになっています。まあ、これがフットボールティーなんですけども、まあ、このタイプは、今はね、8月で真夏なんですけども、まあ、季節を問わずにこれはしてもらえると思います。例えば、秋ですね。例えば9月、10月になってくると、もちろんこれ1枚でもいいし、もうその真冬で、冬になってくるとこれに寝るシャツを着たり、またダウンジャケットを羽織ったり、そういうふうにすることによって1年間通してこれは使ってもらえるかと思います。東洋エンタープライズのホワイトビルの首袖のカットソー、これをチョイスしてみました。そしてショートパンツは岡山の FOB ファクトリーのこの柄物のショートパンツをピックアップしてみました。この柄物ですけども、この白ベースに黒の糸でこういう風になってます。これね、日本古来の刺し子と言います。刺し子織。まあ織物なんですね。これはこの白のベースに黒の糸で縫い込んであります。縫い込んである。これがいわゆる刺し子と言うんですけども、非常にその凹凸感のある独特の雰囲気をしたこの柄物のショートパンツ。これをピックアップしてみました。そして足元ですが、この足元はコンバースのキャンバスローファー、キャンバスローファー、これをピックアップしてみました。このキャンバスローファーは私の前の動画で詳しく説明をしております。もしよろしかったらその動画を見てほしいと思います。今回はこの足元はオールブラックスになったこのキャンバスローファー、こちらをピックアップしてみました。そしてバッグですけども、バッグはおなじみのチャムスですね。チャムスのこのリップストップというナイロン素材を使ったミニショルダーバッグになります。このタイプですね。こういった感じになってます。これもやはりオールブラック、黒に白でワンポイントにされたチャムスのこのロゴですね。こういったタイプですね。必要最小限のものを入れて持ち運びができます。例えば2つ折りの財布、そしてスマホ、そしてカードケースという必要最小限のもの、ハンカチとかね、それを入れて持ち歩くのに非常に便利なバッグが選んでみました。このバッグですね。それでは実際に私がこれを試着をしてみて、どういった雰囲気になるのか、それをぜひ見てほしいと思うんですね。私、身長168センチ、60キロの体型で、このホワイトベルは M サイズ、そして FOB ファクトリーのショートパンツ、これ S サイズ、そしてローファーが26センチ、これを実際に私が試着をしてみて、どういった雰囲気になるのか、それをぜひ見てほしいと思います。
look at people and I wonder all day, who are you when you and I the one in your way? And then I think about myself and I stay. I'm a pretty boss, look on my shit bright white. I'm a freak in the sheets, but I got clothes. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you. Then call it, make you out for what you say to me. Look at every single need. If you got what I need, then oh, I'll take you on like a big deal. Legs you can unfill, heat ignition. Just keep me full like I had a meal. Once in a while, feel all that I know you like it, can't fight it. I might let you ride the wave. I'm New York and you're LA. Come together, feel the shock waves.今回は男の夏のコーディネートということで、この4つのアイテムをピックアップして紹介をしていきました。いわゆるモノトーンスタイルということで、黒と白だけで構成をしたコーディネート、これを紹介していきました。このそれぞれの商品の詳しいことはこの動画の概要欄に商品ページのリンクを貼り付けてますので、ぜひそこをクリックしてみてください。そして注意点というか、ワンポイントというか、ちょっと申し上げたいんですけども、もうせっかくですね、この黒と白だけで、これだけで、構成をしてますので、例えばそのソックスですね。ソックスも、例えば赤とかグリーンのラインが入った靴下を、まあ、履いたとします。そうなると、せっかくのこのモノトーンのコーディネートが崩れてしまう恐れがあるんですね。どうしてもその足元の赤とかグリーンに目が行き出しですので、もうどうせならばもう完璧に合わせるならば、そのソックスも黒か白かグレーに合わせて、完璧なモノトーンのコーディネートでしてほしいと思います。今回は男が選ぶ夏のコーディネート、こちらを紹介していきました。